外からはキングヘイロー、キングヘイロー、ブラックホーク、キングヘイロー、ディバインライト、キングヘイローが並んだ。お久しぶりです。名馬のことなら何でも任せ、細ペン先生です。3分で分かった気になる名馬、今回は2000年高松宮記念を制したキングヘイロー、キングヘイロー、キングヘイロー。成績はこちら。11度目の挑戦でようやく掴んだ G1 タイトル。そこへ至る道のりは、管理した坂口正弘調教師が男泣きに暮れるほど長く険しいものでした。では振り返っていきましょう。キングヘイローはデビュー前、いや生まれる前から期待されていました。なぜか、それは両親がすごい馬だったから。いや、すごいなんてもんじゃない。お父さんは凱旋門賞などを制し、ヨーロッパ最強とたわれたダンシングブレイブ。お母さんはアメリカで G17 勝を挙げた名品、グッバイヘイロー。良血と称される馬はそれまでもたくさんいましたが、彼は別格も別格、スーパーお坊ちゃまだったのです。ここ大事だからメモしといてね。デビュー後は無傷の3連勝で重賞を制覇。背中には天才と称された福永陽一騎手の息子、デビュー2年目の福永雄一騎手。福永騎手にとってもこれが重賞初制覇となりました。こうなると関係者もファンも期待は膨らむばかり。そして迎えたクラシック3冠レース。この年はキングヘイローにスペシャルウィーク、セイウンスカイを加えた3強が人気を分け合いました。が、皐月賞は粘るセイウンスカイを捉えきれず2着。続くダービーは、さあ17頭を引き連れまして2番のキングヘイロー、福永雄一が逃げています。花を切るも上がってくる、間をついてスペシャルウィーク、間をついてスペシャルウィーク、一気にした、直線で失速。菊花賞も見せ場なく5着。結局期待されたクラシックのタイトルは一つも取れず、管理する坂口調教師の落胆と苦悩がどれほどのものであったか想像に難くありません。それでも諦めるわけにはいきませんでした。これだけの超良血馬を G1 未勝利のまま終わらせるわけにはいかない。あらゆる手を尽くしました。右回りがダメなら左回り、バグをつけたり外したり、距離を変えたり、ダートに挑戦したり。きっとどこかに可能性がある、そう信じて。そして2000年の高松の宮記念でついに待ちに待った瞬間が。外からはブラックホーク、ブラックホーク、キングヘイローも追い込んできた、キングヘイロー追い込んでくる、内からディバインライト、外からはキングヘイロー、キングヘイロー、ブラックホーク、キングヘイロー、ディバインライト、キングヘイローが並んだ。ゴリ11度目の挑戦でついに G1 タイトルを獲得。坂口調教師の涙の理由、それはこれまでの苦労がようやく報われたという安堵の涙だったのでしょう。今日の話はここまで。授業に登場したスペシャルウィークについては以前取り上げたので各自おさらいしておきましょう。